加藤小太郎加藤小太郎昭和10年4月27日は日本の日本の政治家衆議院議員京都市助役実業家救命太郎松続籍は新潟県氏族、新潟県北貫原郡柴田町出身新潟県氏族、仙台小太郎の長男1898年同志社大学部政治家を卒業 1902年まで、滋賀県立商業学校で教団に立った。その後、国民新聞社大阪市局長、東京日日新聞を発行する、日報社の業務担当社員、理事を歴任した。1909年、京都市条約に就任。1914年までの在任中、京都市三大事業を手掛け、また、京都商品陳列所所長、京都市モワイン委員長、 京都市水道事務所所長、京都市立第一商業学校校長などを兼ねた。1915年、第12回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。その後、名古屋信託株式会社社長、関西信託株式会社専務取締役、東洋リノリウム株式会社取締役、塚口土地株式会社取締役、同ビル株式会社取締役、 大阪製粉株式会社監査役、大阪自動車商事、株式会社監査役、山口合詞会社支配人などを歴任した、新潟県北間原郡柴田町、兵庫県川辺郡立花村。ありがとうございます。